ちは。運転中すいません、きなこです。で今向かっているのは TD バンクっていう銀行があるんですけど、そこの、ドライブスルーがあると聞いたので、ちょっと行ってみようかなと思います。初めて行くのでどんな感じなのかっていうのを検証しようと思います。目的はですね、デビットカードから30ドルのキャッシュを出すということです。ここだね。ドライブスルー銀行。で、どうなってるんですか？ぶつけてる人がいっぱいいるよ。ああ、普通に ATM になってるんだ。普通に ATM になってました。じゃあはい、並んでたのでとりあえずキャッシュ止めて駐車場にゲットいたしました。なんかもっと特別なことがあるのかとか思ったけど、普通のいつも通りの ATM がただそこにあって、そこをこう車からやるっていう感じなだけでした。でもね、新しい体験ですね。あとなんか前はスキー場の中にも、ドライブスルーじゃなくてなんかスキーをしながら途中でそのスキー板を履いたまんまこう ATM できるっていうのもあるらしい、あったらしいんですよ。今はもうなくなったみたいなんですけど、まあいろいろみんな考えますね、楽しいこと。こういうね、ドライブ、いろんなドライブスルー編とか、カナダのね Vlog とかお送りしてるので、まだな方はチャンネル登録もお願いします。そして今日の動画良かったと思った方はいいねボタンもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。